きチャンネル。こんにちは。こんにちは。はい、お土産。やったー。佐藤さんからお土産もらうの初めて。京都のバームクーヘンです。京都行ったんですか？行ったわけじゃないんですけど、もらったんですよ。え、お土産じゃないんですかこれ？はい。あ、お土産じゃない。お土産です、僕のね。はい。はい。どこに僕が買ったわけではないです。旅行に行ったお土産とかじゃないってことですね。はい、もらったんですよ僕。はいそれを持ってきたんです。なるほど。だから差し入れ、差し入れなんです。差し入れ、差し入れきました。バームクーヘン大好きですから。はい、これだから結構有名らしいですよ。なんか焼き上げた方の名前まで。京バームです。京バーム。美味しそう。これ賞味期限が今日までなんですよ。待って、これ今日だから持ってきたでしょ。うん。今日うちじゃ食べきれないな、よし持ってこうと思いましたねこれ。そうです。みんなでこの、いやめっちゃ有名らしいんですよ。あ、そうなんですか。京都に住んでいると分かりますよね。京バームっていうめっちゃ有名でめっちゃ美味しいらしいんですよ。だからその美味しさをみんなにお裾分けっていう、このすごいやつ作る。一人占めしないでみんなにこのすごい珍しい京バームのすごい美味しいやつを、なかなか京都行かないでしょ。行かないです。それが僕の手元にある。賞味期限が今日まで。じゃあみんなで食べるために持っていこう。すごい優しいですよ。家族で食べなくてよかったんですか？うん、もう持って行っていいよって家族に確認済み。ありがとうございます。嬉しい。いいでしょう。バームクーヘン大好き。ありがとうございます。ちゃんとフォークもねついてますから。はい。じゃあちょっと後ほどいただきます。そうですね。はい。やったー。お昼に食べよう。はい。はい。ということで。はい。今まあもう自主トレの時期ですね。そうですね。もうね始めてる人もいますけど、今日のお題はですね、自主トレなんで海外に行ったりあったかいところに行ったりするのかっていうね。あ、確かに海外行く人いますね。いるでしょ。はい。あといろんなところに温泉地とか。はい。もしくは沖縄行ったりとか、あとは九州、宮崎、鹿児島、大分とか地元でやる人もいますもんね。あと自分たちの母校、高校だったり大学だったり、なぜ自主トレいろんなところに行ってするのかっていうね。でもあったかいところに行く人が多いので、みんな寒いの嫌なんじゃないですか？でも最近あったかいですよ。そうですか？東京とか。ちなみに僕は自主トレどこも行ったことないんですよ。ほぼマリンです。徳島でやったりもしてないんですか？しないです。まあこれはまあ自主トレの話にしますけど、僕そこまで違和感なかったんですよ、マリンでするのも。でもいろんなとこ行くじゃないですか、海外も。なんでやって知りたくないですか？ああ、そうですね。当てていいですか？はい。気分転換。まあまああながち間違ってます。あ、本当ですか？はい。あ、当てるつもりなかったんですよねこれ。はい。それはもう一つあります。だからこれはもう人に聞いた話ですけど、その人にね聞いた話ですけど、オフ長いじゃないですか。でオフ長いと家族がいる人、子供がいる人は1月になってもやっぱオフっていう認識もあるんですよね。子供のと遊んだりとか家の用事とかいろんなこともしながら自主トレしなきゃいけないですよね。でそうなった時にどっか違うとこ行った方がもう家のことしなくてもいいっていう、楽っていう。そこですか？あ、自主トレに集中できるってことですね。そうそうそう。家の用事こまごましたやつしなくてもいいし、もうトレーニングできるからもう家のことするのが面倒くさいし、もうずっと家にいるのも飽きたから外に出ようっていうのも一つあるらしいですね。あ、なるほど。あれ佐藤さんずっとマリンっていうのは家のこともじゃあちょっとやりつつ。いや、ここでじゃあ言いましょうか、もう一つの理由。それはですね、練習するところがない、これです。でも普通にホーム球場使えないんですか？まあ僕ね、多分12球団でロッテが一番恵まれてると思うんですよ、この自主トレの環境でいうと。まあそれなんでかっていうと、ロッテの場合はまあもちろん裏にある2軍の施設、グラウンド、室内練習場も使えます。あとマリンも使えたんですよ。土日は野球大会あったりいろんなことがあるんで使う時間が限られてたんですけど、平日とかはまあもちろん使う時間、この時間は必ず取ってますよ。でも空いてたら使っていいんで、ほぼ使えるんですよ。室内練習場もあるし、でブルペンも使っていいし、トレーニング施設もあるし、で食堂は空いてるし。食堂やってるんですか？やってます。職員の方がいるんで。職員の方が食べるために食堂も開いてるから、お金さえ払えばご飯も食べれるし、あとロッテはランドリーをチームがやってくれてたんですよ。自主トレの、自主トレで来たランドリーもそのシーズン同様にそのランドリー袋に入れればランドリーをもうやってくれてたんですよ。やってたんですよ。すみませんね、本当忘れてました。でだからでロッカーもあるから、道具の入れ替えもしなくてもいいし、でロッテの場合その選手会がお金払って浦和さんの人を何時だったら10時から2時ぐらいまでの4時間の間、トレーナーさんも含めて選手会でお金払って来てもらってたんですよ。じゃあ相手してくれるトレーナーさんもいたんですか？いたんですよ。で浦和さんとかもその自分たちでスケジュール、浦和さん同士で組んでもらって、最低何人はいてくださいねみたいな感じにして、選手会がバイト代みたいな感じでお金を渡して、1軍の施設にも2軍の施設にもそのスタッフの人もいてもらうようにしてたんですよ。だから1人で行っても手伝ってくれる人がいるんですよ。そっか、なんか遠くに行く人たちって何人かでなんかまとまって行ったりしますもんね。そう、行かないといけない。やってくれる人がいないから。そうです。キャッチボール相手もいないし、ティー上げるのもバッティングするのもピッチング受けるのもノックするのもやっぱ人で行かないとやってくれないじゃないですか。でもロッテの場合は浦和さんにバイト代払ってたんで、球場に必ずいてくれるんですよ。わあ、それはありがたいですね。多分10時から2時までの間の4時間は。でそこで行くと手伝ってくれるから、1人だってもキャッチボールする相手もいるし、ノックも打ってくれるし、ブルペンキャッチャーもいるんでピッチングも受けてくれるし、でバッティングピッチャーもいるんで投げてって言ったらバッティングピッチャーもしてくれるんですよ。でまああったかいで、ランドリーは出してくれるで、トレーニング場はあるで、道具は全部球場にあるで、食事つく、まあお金さえ払えばよそ行く理由が見つからないですよね。確かに。しかもホーム球場でやったら、まあ普段試合するところで実践的なこともできますしね。そうマリンでじゃあやってた人って佐藤さんのほかにどのぐらいいたんですか？いやでもそんないないです。そんなに充実してるのに。だからいわば僕ロッテが一番恵まれてると思うんですよ。だからそのどこも行く必要性を感じないんですよね。だからもう多くのチームはメインの本拠地で練習できないんですよ。だから他のとこ行くしかないんですよ。だから多くのとこで海外行ったりとか沖縄行ったりとか鹿児島とかその地元とか大学とかに行かざるを得ないっていう。私もなんかすごい聞こうと思ったから、あ、そうだ、自主トレってなんか弟子入りとかする人いるじゃないですか。そうですね。全然違うチームだけどあの人になんか弟子入りしていくみたいな、そういうのは佐藤さん言わなかったんですか？あの人に習いたいからあの人のところについていこうみたいな。僕自分の人のペースで合わせてやるのが好きじゃないんですよ。そんな感じしますね。喋っててそんな感じしますよね。だから僕、自主トレ基本的に僕はもう8時ぐらいから始めるんですよ、朝。でちょっと肌寒い空気感いい時にランニングするんですよね。でその後日が昇って暖かくなるにつれて実技やったりとかするんで、もう僕昼過ぎに終わってたんですよ、練習。ここ何してんですか？映画見に行ったりとか、買い物行ったりとか、自分の好きなことして24時間を有効的に使う。自主トレってじゃあそんなにみっちりやんなくてもいいんですね。一人でやるから人待たなくていいんですよ。なんでみんな長いかっていうと、人と一緒にやってるから「手やってよ」って言った時に自分を打ちます、投げてもらいます、投げる方もやんなきゃいけないから、要は人がいればいるほど2倍3倍って時間かかるんですよ。そうですね。僕の場合はマリンで言うと、先ほど言ったように裏方さんいるんで手を挙げてくださいって言ったら自分と終わりなんですよ。確かに。ノック打ってくださいって言ったら自分とって終わりなんですよ。トレーナーさんいなくなったら、まあ筋トレして帰ろうかなとか。まあ自由にいきますね。だから時間かかんないですよ。だからずっと待たないんですよ、人。僕しかいないんで。でもさっき言ってたじゃないですか、気分転換で行く人もいるって言ってたじゃないですか。ずっとマリンにいたらもうなんかシーズンと変わらない感じするじゃないですか。それのルーティンの方が楽でいいですよね。あれこれ考えなくても、あそこに何がある、ここに何があるっていうのが分かってるから。そっか。あれないっけっていうのが、だからもうイメージ通りの練習できるんですよ。そっか、余計なこと考えなくていいっていう。あれはあそこにあるから、足してきてみたいとか、あの時あそこ行って、トレーニングマシーンもいつも使ってるやつがあるわけじゃないですか。でもどっか行ったら、いつもあれやってるけどこの機械ないんや。じゃあ代用しようかなとか。大盛りこれだけしかないんや、ってなることがまずないんですよ。だからもうイメージと違うことやんなくていいんですよ。楽っすよね。早く8時からやるってことは、はい、もう6時ぐらいから起きてるんですよ。でそうなってくると寝るの早いですよね。そうですね。でキャンプ始まったら、はい、うん、すんなりキャンプの時間に合わせれるんですよ。ああ、キャンプってそのぐらいの時間のキャンプにだって7時ぐらいに起きて、はい、7時から7時半ぐらいに起きてでそこから動き出すんで8時過ぎぐらいからスタートとか、うん、だからご飯食べて、まあ、練習は9時半とか10時からですけど、はい、起きるのがそれぐらいになるんで、うん、いわば自主トレの方が厳しくなるんですよ。朝の体育のスケジュールが、なるほど、キャンプ行った方が楽になるんですよ、スケジュールの時間枠が、はい、そしたらすんなり入れるよって言うんですよ。なるほど、うんうん、で自主トレだからってゆっくり来てたりとか、はい、朝のんびり起きたりとか、夜遅くまで起きてると、はい、キャンプ入った時に一気にそこから変えなきゃいけなくなるじゃないですか。眠ーってなるわけですね。うわ早いなみたいな。だからその時間軸のルーティンが変わるから、うん、入れるのをぎこちないよっていう。ああ、自主トレからずっとそれにしてたら、はい、夜更かしもしないし、はい、朝起きるし、うん、でそれでやっていけば、うん、全く変わんないじゃんって、うんうん、そうですね。いやなんかそう考えるとそのマリン、まあ、ロッテの人はマリンでやるのが一番いいですね。はい、そうですね。僕はそう一番いいと思うんですけど、うん、まあ一つのデメリットとしては他の球団の人とか、うん、他の競技の人、最近なんかゴルファーと一緒にやったりとか、そうですね、あるじゃないですか。いますね。っていう人とかとは一緒にできないですよね。はい。だからそのいろんな人の交流をしながら自主トレはできないんで、うん、だからそこのデメリットはありますけど、はい、別にそれを別に必要としないんだったら、はい、僕はロッテだったらもうメインでやるのが一番いい。でしかも1軍と2軍分かれてるんで、はい、人が分散するんですよね。はい、で1つのところに固まらないんですよ。うん、うん、2軍の選手がマリンに来ることほぼないんで、はい、だ2軍は裏は1軍はマリンみたいな感じで分けられるんで、うん、でその中でも、うん、1軍も2軍の選手も大学でやったりとか、はい、どっかに行ったりする人もいるんで、うん、自然に人少なくなるんですよ。はい、で僕早めにやるのはいろんなことが空いてるから、うん、混ざなくていいんですよ。はい、遅く来ると人が来るじゃないですか。あれ使えないとか、はい、何かやってる、ああ使ってるから順番待たなきゃっていうのがないんで、はい、人が来る前に全部終わらせる。へえ、いやなんか佐藤さんってこうあれですね、その場のことというよりはなんか本当に前のこと後のこと全部なんか見越して動いてるんですね。もったいないじゃないですか。1日24時間しかないんですよ。そうですね。いやなんか深いな1日24時間しかないですもんね。効率的に動いた方がいいですよね。で、うん、僕言うんですよ、何時からやっても、うん、練習一緒だよっていう、はい、まあまあやること、ね、質が一緒だったら一緒ですもんね。もし5時間練習するってやったら、うん、8時からやっても8時からやったら1時に行くじゃないですか。はい、だから僕らはみんながガンガンやってる時にお先行って帰るんですよ。で10時からやって5時から3時じゃないですか。はい、1時からやって6時じゃないですか。はい、別に何時からやってもやってること変わんないんだったら、はい、さっさとやった方がいいやっていう、その朝無駄な時間過ごしてたら無駄やでっていうね、こうなんであんなとこまで行ってやるんやろうっていうのはもう一番は、うん、練習するとこがないっていう。いやそれ思いつきませんでした。みんなもうただなんか旅行気分で行ってるのかなみたいな感じとかあるじゃないですか。はい、やってただカメラが回ってるとこだけ練習して遊んでんじゃないのって思われがちじゃないですか。なんかそんな気もしますよね。はい、ちょっと娯楽も含みつつみたいな。まあもちろんね、練習終わって息抜きの時にそうやって遊ぶことはあったとしても、はい、まあ一番はやっぱ本拠地にいないんですよ。だから広島とかでも、はい、多分マツダスタジアムで自主トレできないと思うんですよ。はい、阪神でも甲子園球場の中で自主トレできないし、うん、はい、まあでも本当じゃあロッテの選手はなんかこうあえて遠くに行ってた人いるかもしれないですけど、もう一人でマリンでやるっていうのもね、これもし見てたらありですね。まあありなんですけど、はい、やっぱ一人がみんな嫌なんでしょうね。いや一人が嫌な人ってやっぱ多いんですよ。僕はもう超一人派だったんですよ。一人好きそうですもんね。いや一人が一番いいでしょ。一人気使わなくてもいいし、人に合わせなくてもいいし、はい、じゃああれします。何ですか？自主トレ何やってんのか知りたいですか？ああ、まあそもそも、はい、自主トレってそもそも何やるんだっていう。ああ確かにあんまり深く考えてなかったです。考えてなかったです。はい、ニュースとかで映像流れても、まあ、キャッチボールしてたりとか、ピッチャーだったらなんかこう投げてたりとかいう絵は出ますけど、確かにそうですね。じゃあ自主トレ何やるのか、はい、次回です。はい。